にちは、デリシキッチンです。本日はブリのしゃぶしゃぶ鍋を作っていきましょう。まずえのき一束分の石突きを切り落として半分に切っていきます。次に水菜2、3束を用意し、根元を切り落としたら5センチ幅に切っていきましょう。柚子の皮3分の1個分を用意します。こちら千切りにしていきましょう。ブリのしゃぶしゃぶ用を10枚から12枚用意してお皿に盛り付けます。お鍋に水 1000cc を加え、昆布茶小さじ2、塩適量を入れてよく混ぜながら沸騰させます。斜め切りにした青ネギや先ほど切った具材に火を通したら完成です。金曜日くらい褒められたい。俺できるかな。柚子の皮を最後に盛り付けてブリしゃぶをお楽しみください。